クモノスホコリは、ごく普通な変形菌の一つ。球形の胞子脳は胞子を放出した後に、カゴ状の枠が残る。このカゴが網目でないのが特徴。クモノスホコリクライブレリアキャンスレイタナン、ブレムは、変形菌公文字ホコリアコーコホコリ木、編みホコリか網みホコリ族の変形菌の一つで、この類では最もよく見られるものの一つ。個実体は長い柄の先に、 単独の方射能をつける、いわゆる単射能体で、全体が赤褐色から暗褐色、多数が基板上に一面に生じる。柄は先端に向かって細くなり、方射能の下で細くなって、ここでうなずくように曲がるものがよく見られる。背丈は5ト、mm、ル程度である。方射能壁のあばら射能は、計0 7ト、mm、ルほどのほぼ休憩、あるいは上下にやや扁平になる。 この類は、方子脳の壁に、盲状の構造があって、方子が飛散した後にもそれが残る。他方で、方子脳内部の盲状構造である、細胞体は持たず、そのため、方子が飛散した後の方子脳は膨らんだ綿のように、ならず、中身が空になった籠のようになる。特にこの種は、壁網ではなく、殻のつく側を極とすると、継線方向に当たるような縦方向の筋の身が強く、 発達するのが特徴で、網の形にならない。その形は、ビンゴゲームのボールを入れるかごを思わせる。実際にはこのあばらの間にはるかに細い筋があって、それによって、あばらは互いに連結されており、顕微鏡で見ればちゃんと網になっている。ただし、この連結糸はあばらに比べるとはるかに細いので、実体顕微鏡程度でははっきり見えない。また、 プレパラートにすると比較的簡単に切れる。あばらの数は40から50本になる。胞子のお壁のあばら、拡大また、この類では、胞子のお壁の基部周辺で、壁もに分かれず、皿状や、壺状の杯状態を形成するものが多いが、この種では、標準的には全く見られず、柄の付け根まできれいに分かれている。放肢は反射光では、赤葛色。変形体は、 紫がかった黒色を呈する。黒松の口器上に広がる古実体群口器に出ることが多い。一般に変形菌の古実体は朽木に出るものが多いが、大抵は紅葉樹である。しかしこの種は、螺蛇植物の材木に出ることが多く、稀に紅葉樹にも出るという。出現は春から秋にわたるが、特に夏に多い。日本のみならず、世界に広く分布する。 世界的広域分布種である。網コリ属のものは、胞子脳壁に毛状の構造を持つが、この種は、いわゆる毛状ではないため、独立したクモノスホコリ属とする扱いもある。種内の変異としては、胞子脳基部近くのあばらが融合して肺状態となっているものをサラクモノスホコリバリエーション、フスカという。また紫色になるものを紫クモノスホコリ バリエーション、パーパーという。近似種としては、あばらが20から30本でその先端部で、やや猛状になる、アミクモノスホコリシーミラバリスマッセイや、小実体がより小型で、あばらが14から16本しかない、タチクモノスホコリシー、ルータララン、ブレム、などがある。ありがとうございます。